こんにちは。今日はね、人は潰れないというお話をしようかと思います。私はね、会社をね、結構やってきたんですよ。20社ぐらい作ってきて、まあそのほとんどがもう今はね、なくなっています。で、お店も 20店舗以上やってきたんですけども、そのお店全部ないんですよ。で、例えばオープンリーチって麻雀屋がありますけども、今はオープンリーチってのはないんですよね。でも久保哲郎って人間まだ生きてるんですよ。で、これから何を意味するかっていうと、会社っていうのはですね、その会社を作った人、もしくは特定の誰か個人を有名にするために存在していると言ってもいいのかなと思うんですよね。で、オープンリッチっていうそういった麻雀店っていうのは、その中で、代表である私とかね、それからオープンリッチという麻雀店にいながらネットビジネスで、一旗あげた私とか、その踏み台にはなるんですよ。元麻雀屋の40過ぎの親父がみたいなところからキャッチコピーにはなりますけども、ただね、麻雀屋っていうのは他の人も勤めてたんですよね。でもその人たちが一人でも世に名前が出たかっていうと出てないんですよ。で、結局ね、何が言いたいかっていうと、今属してる会社とか一定のコミュニティがなくなったとしても、自分のことだけが残っていくというね、そういうふうな使い方をしなければなりませんし、そういう意味でも、自分を有名にするために会社が踏み台になっているっていうことかなと思うんですよ。最近ね、そのジャニーズ事務所っていうのがいろんな動きを出してますよね。まるでジャニーズ事務所がなくても、ジャニーズに関わった人っていうのはやっていけるような感じがします。特にジャニーズ事務所にいながら不祥事を起こして、ジャニーズ事務所を退所せざるを得なくなった方も YouTube で一本でね、やっていけると、逆に自由になっちゃったみたいなね。それからテレビに依存せずに、YouTube 活動とかオリジナルの事務所を作ったりとかする動きもありますけども、結局ね、そのテレビっていうのは踏み台にしかなってないんだろうなと思うんですよ。テレビという文化がなくなってもタレントさんには人生が残ってますから、やっぱりね、テレビをやっていたっていう経験を踏み台に自分という活動をしていかなくてはいけないのかなと思うんですよね。それでね、私たちの人生に置き換えてみると、私たちはどっかに属して、例えばどっかで働いてますよね。で、その職場がなくなっても自分という人間だけは残るようにするために、どっかで自分を売り込んでいかなくてはなりません。そのために YouTube とかね、インターネットの活動、個人メディアがあるのかなと思うんですよ。考えてみると、私たちはテレビってものがね、テレビですよ、テレビってものが一家に一台っていう時代を経験してきました。そのうちにそれぞれの部屋の中にテレビが置かれるようになって、一人一台になってきたんではないかなと思うんですよ。おじいちゃんの部屋にも一台ある、お兄ちゃん、お姉ちゃんの部屋にも一台あると、お茶の間にも一台あると、一家の中にテレビが複数台ある時代っていうのがありましたよね。でも今どうでしょうか。一家に一台テレビがあるかないかってところじゃないかなと思うんですよ。それに対してインターネットを映し出すデバイスってのは一人一台になってますよね、スマホをはじめ。となるとですね、テレビの視聴率ってそんなに大事かなと思うんですよ。テレビの視聴率ね、だってテレビが多めに見積もって一家に一台とするじゃないですか。で、6000戸ですか、日本には6000の家があるとして、今お住まいのね、空き家とかは抜きにして、そうすると6000台のテレビがあるんじゃないかなと思うんですよ。でもスマホっていうのは、1億台以上今出てますからね。そう考えていくと、今映像を見るそういった道具ってのはテレビではなくて、インターネットの方に移ってきたのかなと思うんですよね。で、そうなるとテレビ業界ってのは本当になんかこう単なる踏み台で、本当に輝くべき場所ってのは YouTube とかのね、映像媒体、インターネットの映像媒体なのかなと思うんですよ。ですんで、有名人芸能人っていうのがテレビを踏み台にして新しいインターネットという空間に出てきたんじゃないかなと思いますよね。でもね、テレビで消耗した人っていうのはインターネットやってもなかなかね、なかなか出てこれないっていうところもあるかなと思います。さあ、それで今日の動画の結論なんですけども、やっぱ会社は潰れてもね、人は潰れないっていうことで、どんなところに属していようと、自分っていうものがその会社の一部品である以上は、その会社がなくなれば
自分もなくなるというのに近くなると思います。でも実際はその会社とかね、組織というのがなくなっても自分の人生は続くわけですよ。まあ、ですので、組織を踏み台にしてね、自分というものを輝かせなくてはならないと思います。例えば六本木ヒルズに住んでいた過去を使って今の自分をより引き立たせると。今が例えばね、4畳半に住んでいても、元六本木ヒルズのレジデンスに住んでいた俺が4畳半に落ちたわけとかね。うん、そんな感じで、自分というものをいかに引き立たせるか、そのためにあらゆるものを使っていく、まあ、そういうことがね、ちょっと頭の中よぎりましたんで、ちょっとお話ししようかと思います。会社は潰れても人は潰れないということですよね。たくましく生きていってほしいと思います。いってらっしゃい。